発見。おはようございます。それは水。いや、それはわかるよ。中身ですよ。これプロテイン。何やつ。これ前のプロテイン、ダブルリッチチョコレート。おお、美味しいやつ。カメラかっこいいね。かっこいいっしょ。うん、今しんのすけと肩トレやって、肩終わったので、ちょっと今日はしんのすけの方で肩トレの映像を撮って、僕の方でちょっと散歩の、動画をちょっと撮っていこうかなと思います。体が冷めないうちにちょっと散歩のトレーニング始めます。したら早速1種目目やるんですけど、1種目目はスカルクラッシャーからやります。最近ちょっとね、また肘の調子がだいぶ良くなってて、またベンチプレスとかもできるようになってきたので、ちょっとせっかくなんで、まあ減量中なんですけど、しっかり高重量でスカルクラッシャーでちょっとやっていきたいと思います。したら最初ウォーミングアップやりましょう。で、まあスカルクラッシャー結構肘に負担が大きいので、まあ、このイージーバーは10キロなんですけど、まあ、10、20、30、40みたいな感じで結構刻みます。スカルクラッシャーで結構よく見る間違いっていうか、もったいないところがあって、こうストレッチかける場所とそのフィニッシュの場所がもったいない。例えばストレッチするときは目の近くじゃなくて、もうちょっと後頭部の方に近づけてあげないとしっかりストレッチかかってくれないので、しっかり後ろまで持ってってあげる。でフィニッシュもこっちに持ってくるんじゃなくて、頭のちょっと遠くの方、こっちに持ってきてあげることでテンションも抜けづらくなるんで、ちょっとそこだけ気をつけてやってみてください。これ一応プレートが1枚 4.5 キロなんで、まあ、多分何キロぐらい、 4.5 だろう。 4.5×3 12 13.5 13.5 27 37 37これが 46.5 ポンドプレートなんで、 46.5 でメインセット、まあ、6から8狙って、結構回数は少ないです。少ないけども、しっかり1セット目から3投に乗せてあげて、でさっき言ったところちょっとポイント外さないようにして丁寧にやっていきます。これをあと2セット、今日はメイン3セットだけ
やります。3セット目、ラストセットまた同じ重量でやります。まあちょっと重いんですけど頑張ります減量中、ちょっとボリュームね、今年はボリュームにこだわって、ボリュームとパワまあ、3セット目だったんでちょっと追い込みでナローのプレス入れました。結構このスカルクラッシャーはセッティングいちいちプレートをつけてつけてつけてするんで結構めんどくさいけど、僕はこれが一番三頭が大きくなると思ってるんで、ぜひやりましょう。スカルクラッシャーすごいいい種目です。ただ2種目目はまあ、定番中の定番、ロープの手段をやります。まあ、これは、そうですね、もうちょっとストレッチっていうよりかは、しっかりフィニッシュで収縮を、最大収縮まで持ってってあげる。これをちょっと大事にして、こっちの外側、外側の方までギュッともう入れ込むイメージでやっていきます。これは大体回数は12から15回をこれも3セットやります。まあ、もちろん収縮の時はしっかりテンション入ってる、ただ持ってくるこのネガティブの時も逃さないように、重りがテンションが逃げないように慎重に丁寧にやってギリギリのところで切り返す、そういう感じで僕はイメージしてやってます。なんで結構丁寧に、あん
まりスピーディーというよりかはスロー、スロー、ゆっくりやってる感じです。3セット目はドロップします。だいたい半分ぐらいの重量に落として、まあ結構単純です。普通に半分ぐらいの重量に落としてまた限界までやっていきます。3種目目はケーブルを使ってフレンチプレスをやります。ダンベルと違ってケーブルなので常に負荷が乗った状態を作れる。で、まあ、ダンベルより僕的には肘が痛くなりづらいですね。大体自分の腰とかぐらいにテーブル持ってきてもらって、そこからできてます。気持ち前に出てあげます。滑車から一回もこの状態でもしっかりストレッチかかっているので、この状態からちょっと自分の頭上の方に持ってきてあげる。これだけです。まあ、より三頭に効かせるために肘を閉じてあげます。肘を閉じた状態で押してあげます。で、最後収縮の時はちょっと小指側に力を入れてもらって、こういう感じやっていきます。これが結構ストレッチすごいかかるし収縮も分かりやすいのでおすすめです。回数が、まあ、12から15回で3セット。ちょっと今日は最初に肩をやっているのであまり腕がメインじゃないので、俺しのすけのあるじゃん。そうだ、俺のテーマ曲知らないそんな感じです。ただ最後4種目目はワンハンドでプッシュダウンみたいな感じでやるんですけど、これはケーブルの取って天物ストローってもう取っちゃって、ここに小指引っ掛ける感じで持ってもらって、でこのまま滑車の前に立ってあげる。でちょっと手を体に近づけてあげて、ここから今これ外側にすごいストレッチがかかってる状態、ここからしっかり肩から上がんないように肩下げてもらって、ここから外にやるとすごいこの外側だけ狙えるんで、結構僕は三頭の締めで最近結構やってます。ここがやっぱあるとないとじゃ正面からフロントから見たポーズでだいぶアウトラインの広がり具合が変わるんで、ちょっと自分右側だけ弱くて左だけちょっと強いんですよ外側なんで、まあ、もっとやっぱ外側発達したいのでやってます。ちょっとやりましょう。
こう離れてると負荷が三頭にはちょっと入りづらいので、しっかり手は近づけてあげる、体幹に近づけてあげて、ここから外ちょっと触ってあげながら入ってるかなと確認しながら、これ大体20回ぐらい軽い重量で。